こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの人気レンズですね、定番のレンズでもありますズミクロンの 50mm 振動タイプの M マウントですね。はい、ご覧の通りですね、ズミクロンの 50mm F 値眼にですね、シリアルが1218499ですので、1954年のズミクロン 50mm ドイツ製ということですね。54年といえばですね、ライカ M3 が発売された年になりまして、それと同時にですね、この M マウントというのがスタートしてますので、そのライカ M4、M3 と同時に製造されたライカ M3、ズミクロン 50mm ということになりますね。はい。では外観から見ていきます。外観はご覧の通り、目につくようなですね、擦れ当たり、へこみとかですね、といったものは見当たらないですね。落として歪んだりとか、どこかに強くぶつけたりした跡は見当たらないです。ご覧の通り M マウントですね。はい。ライカ M3、M4 のようなですね、オールドカメラにはもちろんです。もちろんのこと、最近のですね、M8、M9、ライカ M240 のような現役のデジタルカメラにも、M マウントですので、そのままご使用いただけますし、ミラーレス一眼ですね、α7 のようなミラーレス一眼にもアダプター経由で、ご使用いただけるレンズになっております。続いてレンズですけれども、前玉、後玉ともにですね、目につくような擦れ当たり、凹みとかですね、擦れ傷、引っかき傷は見当たらずに、かなり綺麗な状態ですね。ご覧の通り、コーティングもしっかりと綺麗に、キープしてますね。中玉も曇り、カビ、バルサム切れは見当たりません。チリホコリの混入がですね、ゼロではないレベルで、ちょっとちらほらありますけれども、画質に影響のあるレベルではないです。木彫りも非常に軽快に動いてますね。油の乗りとかですね、羽の痛みも見当たりませんね。振動もスムーズに動いてまして、こうロックもしっかり効いてますんで、この絞りと一緒にグラグラとですね、動いたりはしないですね。ピントもヘリコイドも滑らかにいっぱいまで一定のトルクで動いてまして、動きムラ、スカスカ感などはないですね。無限ロックもしっかり効いてます。大変状態のいいライカ M 型 M マウントズミクロン 50mm ですけども、念のためですね、末永くご使用いただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご依頼いただける場合はですね、オプションからご選びいただけましたら、当社にて、格安にて受け負わせていただきます。付属品はこうリアキャップとフロントキャップになりますね。結構珍しいですね。ライカの純正リアキャップですね。はい。フロントももちろん純正です。はい。ということで、ライカオールドレンズの定番中の定番レンズ、ズミクロン 50mm の振動タイプ M マウントになっております。全体的に大変いい状態ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。